こんにちは、メイクアップアーティストの兵藤さゆりです。今回はですね、フリーランス、メイクアップアーティストになる方法についてお話ししていきます。美容のお仕事に興味がある方、メイクアップアーティストになりたいなという方、美容学生さんだったり、まあ別になるわけではないんだけれども、ちょっと単純にね、異業種の仕事だったりっていうのが気になるという方に楽しんでいただける内容になっているかと思います。まず今日の流れとしては、メイクアップアーティストってどんなお仕事なのっていうメイクアップアーティストについての解説、そしてどうやったらなれるのとか、本当になれるのっていうようなことが2つ目、あとは私自身の経歴となるために必要なことですね、あとはメイクさんのメリットデメリットっていうことをお話ししていきます。頭にね、フリーランスって今日テーマについたと思うのですが、私が自分でやっているのでつけただけで、今回どっちかというとフリーランスの説明というよりかも、まあ、そのメイクアップアーティストの説明っていうのが主になります。それではですね、まず1つ目、メイクアップアーティストってどんなお仕事なのっていうことを皆さん気になりますよね。人にメイクをするっていうのがメインです。で、その中でも特に大きくメインになってくるのが撮影ですね。広告だったり、テレビ番組とか収録の撮影であったりとか、雑誌、舞台、コンサートだったり、メイクさんの中でも結構ね、担当するところによって全然舞台とかテレビとかだとね、やっぱいろいろメイクスキルが違ったりするので、撮影の中でもたくさん分かれています。で、あとは自分でお教室をされる、こうレッスンをされるのが好きな方はお教室をされる方もいたり、あとはちょっと売れ子になってきたりとかね、まあ、いろんなご縁があると商品監修だったりとか、プロデュースだったりとか、ご自身のブランドを持ったり、あとはイベントに呼ばれたり、デモンストレーションで人の前でやったりとか、あとは本を出版される方もいらっしゃいます。で、よく質問があるのでちょっと先にお答えしておきますが、美容師さんとヘアメイクさんとメイクさんって何が違うのっていうことなんですけど、全部違うんですね。で、美容師さんっていうのは主にサロン勤めがメインです。なので髪を切ったり髪を染めたりするのがメインです。ヘアメイクさんっていうのはヘアとメイク両方できる人をヘアメイクさんっていう風に言います。美容師さんはサロン勤めなので、まあサロンはサロンとして置いておいて、ヘアメイクさん、メイクアップアーティスト、ヘアアーティストの中だったら、ヘアメイクさん、いわゆる両方できる人っていうのが日本では一番主流な働き方で、絶対的な需要があります。なので仕事が絶対に欲しいっていう方は両方やった方がいいと思います。メイクアップアーティストはメイクだけです。ヘアアーティストの方は日本だとメイクアップアーティストより少ないかもしれないですけれども、ヘアのアレンジだったりっていうのを主に担当したり、カットできる方もいますけど、まあ基本的に撮影でヘアセットをするっていう場合が多いです。なので、まあ基本的にはまあそんな感じです。私はメイクだけをやっていますね。で、華やかなイメージのお仕事だと思うんですよ。芸能人に会えるとかアイドルに会えるとか、まあそういうイメージがあると思うんですけれども、あくまでも裏方業務なので、自分たち自身が華やかな仕事っていうわけではないかなと。あくまでもその表で輝く人を支えるっていうような仕事です。どうやったらなれるの、本当になれるのっていうことなんですけれども、どうやったらなれるのっていうところに関しては、基本的に王道は美容学校とか、まあ、ヘアメイクスクールに行くっていうこと、そしてもう一つは師匠さんにつくっていうことですね。日本国内で活動したい方は、まあ、国内で誰かつきたい師匠さんがいたら積極的にコンタクトを取って、その方について、まあ、現場のことからメイクスキルからこう見て学ぶというか、まあ、一からそこで教わるっていうような、まあ、2パターンが王道であります。で、どんな人がなれるのかっていうことなんですけれども、まあ、私としてはやる気があって諦めずに継続できる人、そして素直な人、まあこういう人だったら、まあ誰でもなれるんじゃないかなというふうに思います。今私がメイクが上手い人とかセンスがいい人って言わなかったのは、メイクさんになるのにメイク上手いのは当たり前なので、まあもうそこは条件に入らないかなっていうのと、センスはまあもちろんもともとすごくセンスがいい方っていうのは、まあそういう現場に行けばすごく有利だと思うんですけれども、センスって磨いていったり勉強したりしていくことも全然できるので、そこは必ずセンスが良くなきゃなれないっていうわけではないかなと思います。大事なのは本当にやる気と、あとね、やり続けること、何があっても絶対メイクさんになる、メイクさんになったとも絶対メイクさんであり続ける努力をできる人、継続ができる人なんじゃないかなっていうふうに思います。私の、まあ、経歴っていうか、なんでメイクさんを志したのかってことと、なんでフリーになったのかみたいなことをさーっとお話ししていきます。まず、なぜメイクさんを志したのかっていうことなんですけれども、私がメイクさんになりたいと思ったのは大学生の時なんですね。大学名は別に隠してないので全然言っちゃうんですけど、東海大学の文学部ヨーロッパ文明学科っていう全然メイクと関係ないところに通って、フランスゼミに入ってました。なので、全然関係ないですね。で、その時に何になりたいかな、将来どうしようかな、もうすぐ就活だしなって思った時に、たまたまね、いろいろネットで見ていた時、まあ、この方すごいかっこいいメイクさんだなって思う方を発見したんですよ。それもめちゃくちゃマイナーな動画で、パリコレのバックステージのインタビューみたいなのがすごい適当にね、なんかスマホかなんかで撮られたようなのが YouTube でただただ流れてるっていう。で、そこでインタビューに答えていた日本人の方がいらっしゃって、それが今3のクリエイティブディレクターの元理恵さんなんですけれども、その方
リーさんを見た時にこの人みたいになりたいって思ったのがきっかけでした。なのですごくメイクが好きだったとか美容が好きだったとかっていうよりかはメイクさん、その人がすごいかっこいいからこの人みたいになりたいから私もメイクさんになりたいっていう風に思いました。なのでまあそれからその方が日本で例えば帰国して3のそういうイベントを阪急梅田でやったっていう機会があったんですけど、その時も新幹線に乗って会いに行って、イベントの後森江さんが出て行く時にわーって走ってって話しかけてめっちゃ感動しちゃって超号泣しちゃって、隣のシャネルのねブースのお姉さんにめっちゃティッシュをもらったっていう記憶があります。でその後めちゃめちゃ感動してもう一回ちゃんと会いに行きたいって思ってニューヨークまで会いに行きました。はい、会いに行く時も全然アポ取れなくってそのままニューヨークに着いちゃって今ニューヨーク来ちゃってるんですけど会ってもらえませんかって言って無理やり会ってもらいました。でその時は世界的超有名モード雑誌の表紙の撮影をリエさんが担当されてて、ブルックリンの倉庫にあるスタジオがあるんですけど、そこにじゃあ何時に来てって言われて行って、その時にもうめちゃめちゃ感動して、だからいわゆるまだメイクの勉強もすらしてないのに世界のメイクアップアーティストの仕事のトップを見させてもらったみたいな感じで、もう完全に痺れちゃって絶対メイクさんになりたいと思って、それがきっかけです。はい、でまず何をしたかっていうことなんですけど、私大学に通っていたんですね。で多分大学3年生とかそんぐらいだった気がするんですけど、その時はまずメイク勉強しなきゃって思ったんですよ。で、いきなりニューヨーク行くのもちょっとまだ大学も卒業してないしって思ってメイクスクールを探しました。で私はもう卒業したらすぐニューヨーク行きたいと思ってたから美容師免許とか別にいらないしヘアとかも勉強する必要はないなっていう風に思って、メイクだけ勉強できるところに大学と並行して通えるようなところを探して行ってました。その時やっぱり論文を書きながらメイクの勉強をしていたので、正直は本当にすごくハードでバイトもしてたし、とってもなんかハードだったなっていうような思い出があります。で大学卒業してメイクの授業さらに残り1年残っていたので、またぼちぼち通いながらバイトしながらっていう風に卒業しました。メイクの学校もね。で卒業するちょっと間近な時にもう一回ニューヨークに行ってリーさんにアシスタントにしてほしいっていう風にお願いしに行きました。でお願いしたらいいよって言ってくれたんですけれども、やっぱりニューヨークって住むのものすごく高いですよね。でアシスタント代って言ってもやっぱりたかが知れてますし、アシスタントやりながら十分に生活できる金額をニューヨークでいきなり行って稼ぐっていうのも大変だし、で一回帰ってきてアシスタント OK もらったものの、じゃあお金なさすぎてどうしようみたいな感じになったんですね。でその時にリンさんはね1年でも2年でも貯めておいで待ってるからって言ってくださったので、じゃあもう早急に貯めれる方法を考えようということでフリーランスになりました。でそれって最速で稼げるのっていうような話なんですけど、バイトいっぱいしててもそんなすぐね数百万を貯めるのって難しいですよね。美容部員さんになったり化粧品会社の例えば正社員になるとかっていうのもやっぱり なれることは本当に素晴らしいことだし、そういう方々の職業は本当に素晴らしいものだと私も思ってるんですけれども、お金がね数百万ポンって貯まるかって言ったら貯まらないですよね。フリーになれば1年間極論収益が0円の可能性もあるけど、例えば1000万とか数千万とかたくさんの額を稼げる可能性もあるっていうか、むしろそれしか可能性があるものがなかったのでフリーランスになるっていうような選択でした。でそこからはここから話すとちょっと長くなっちゃうので簡単に言うんですけど、最初の 1,2 年は全然仕事がなくて、ってかなんか仕事の取り方全然わかんないし、そういうものってやっぱ学校で教えてもらえないので、そうですね、努力したいしいっぱい働いて稼ぎたいしメイクスキルもアップしたいしっていう思いがあった中、本当に仕事もなくて何もできなくてただただバイトしかできなかった期間っていうのが結構辛かったかなというふうに個人的には思います。でなんだかんだでいろいろこう仕事をちょこちょこもらっていく上で、じゃあ2回目お願いしますとか知人がいろんなことを紹介してくれたりとかして、ちょっとずつ仕事が回るようになって SNS とかも始めてっていう風な感じで、今は普通に撮影の仕事もしてるし、SNS とかそれを通してイベントだったりとかそういうのに呼んでいただいたりとか商品監修だったりいろんなことをさせていただいてるっていうような感じになります。なるために必要なことですね。今だったらもっとこうしてたかもみたいなことも合わせてお話ししていこうかなと思うんですけど、なるために必要なことっていうのは先ほどお伝えした通り、一番王道は美容スクールだったり、そういう自分が学びたい学校に行くっていうのは王道だと思います。でいろんな卒業生を先生たちも見てきているので、それが一番前作かなというふうにも思います。でも学校に行かなきゃ必ずなれないわけではないので、誰かについたりとか今 SNS があるので SNS をこう駆使するっていうような方法でもなれるかと思います。
で、やっといた方がいいこと、メイクさんになりたいっていう風な段階で、まあスクールに通ってたりとか師匠さんについてたりとかして、その時期にやっておいた方がいいっていう風に思うものは、まず絶対ね、みんな学校に通ったら言われると思うんですけど、ブックを作る、ポートフォリオですね、自分のポートフォリオを作るっていうことですね。で、本当に美容学生さん、まあ学生さんってね、美容に限らずだと思うんですけど、本当お金ないと思う。私もそう、本当にバイトの給料が入る前とか数千円しか残ってないとか、当たり前で、調子いい時でもなんか6万ぐらいしか残高ないみたいな感じだったんで、もうすっごいわかるんですけど、それでもいくらお金がなくても、いくら大変でもモデルさん探すの大変だし、お金かけたのにドタキャンされちゃったりするしって、もうそれ普通だと思うんですけど、それでも諦めずに、例えば学校卒業するとき、師匠さんから独立するときに、必ず自分のブック、作品、私はこういう風なメイクをしますとか、こういう風な作品を撮ってきましたっていうものを示せるものをですね、必ず出せるようにしておくっていうのは本当に超大事だと思うので、ぜひ皆さんやってみてください。はい。で、あとはですね、会いたい人、会ってみたい人がいたら積極的に会いに行くってことはやっぱすごくおすすめです。私もニューヨークまで会いに行ったりとか、私ヨーロッパ文明学科だったんで、ちょっと 1,2 ヶ月ぐらいに超短期留学みたいのをフランスにした時に、残りの1週間留学語学学校行ってない期間ですね、パリで実際メイクさんやってる人に会いに行ったりとかしました。その時聞けた話とかは忘れないし、すごいその時の自分のモチベーションにつながったりしたし、こうしたいかもって思ってて、それが確信に変わる時って、やっぱ何か行動した時じゃないかなっていうふうに思うんですよ。なので、まあ会いたい人がいたら会いに行ったりとか、コンタクトを取ってみるとか、あとはですね、今は本当 SNS 絶対駆使した方がいいと思います。今は本当学生の頃から SNS やった方が私はいいと思うんですね。で、例えば顔出ししたくないなっていう人でも、コスメをピックアップしたりとか、目をつけてるものだけをアップするとか、そういうのでもいいと思うんですけど、SNS ってすごいセンスだと思うんです。やっぱ時代を読むとか、今何が流行ってて次何が流行るっていうものって、やっぱりそれってセンスだし、その自分がいいなって思ったコスメ、まあ美容学生さんとかだったらそんな新しいコスメいっぱい買えないんですよね。なので、まあプチプラでいいなって思って、しかも美容学生視点でいいなって思ったものを、じゃあ SNS でどう発信したらみんなが見てくれるかなっていうようなことを考えるってすごい力なんですよね。そのスキルがある人って全然一人でも食べていけるなって今の時代はね、私は思うので、 SNS はまあ何かしらの方法でちょっと手をつけておいた方が私はいいのではないかというふうに、私もね、こういうふうに YouTube やってる立場からして思います。メイクさんのメリットデメリットを最後にお話ししていきます。デメリットがね、あんま思い当たらなかったんですけど、まあ華やかな人たちと会えるっていうのは確かですね。で、あとは、まあ、感性、センスが磨かれるっていうのと、あとは気遣いの力、やっぱり現場力っていうものですよね。気遣いができるようになるっていうのはあると思います。あとコミュ力がね、養われるし、毎日違う撮影だったり、もう全く同じ撮影があるっていうことってあんまないので、毎日違ってすごく刺激的ですよね。なので、まあそういうとこはすごくいいところかなっていうふうに思います。で、フリーランスのメリットとしては、もう何でも選べるっていうことですね。仕事する人、いくらでなら受けるっていうこと、まあ金額も選べるし、まあ何でも選べる。で、デメリットは、私あんまメイクさんになってデメリットってないんだけど、強いて言うとね、コスメ管理がめちゃめちゃ大変で、あとはね、荷物がね、超重いですよね。美容学生さんもわかると思うんですけど、重いと、とにかく重いですね。20キロとかさ、30キロとかね、大きいキャリー2個とか、とにかく重いので、腰が弱い人とか、腰のなんかね、病気持ってる人とかはすっごく辛いとは思います。で、あとフリーのデメリットとしては、まあ安定しないってことですよね。収益ゼロの月もあれば、収益大げさに言うと100とか数百とかの月もあったりとかっていう、極論ね、そういうものであるので、まあ安定しないっていうことに対して、割となんか、うんって構えていられるような人は向いてると思います。まあざっくり言うとこんな感じです。で、一番最後に、メイクアップアーティストの仕事に対して何か質問ありますかっていう時に、一番多かったのが、やっぱりメイクだけやりたいけどヘアメイクさんなんないと日本では仕事ないですよねっていうようなことが一番多かったんですね。なので、最後ちょっとそこについてちょっとだけ詳しくお答えして終わろうと思うんですけど、まさに本当その通りです。ヘアとメイクは絶対両方できた方が仕事量は確実にあります。呼ばれる場所も多くなります。じゃあ両方やるのかっていうのを選ぶのは、皆さん
自身ですし、すごく有名なヘアメイクさんでもやっぱりその中でもメイクが得意な人、ヘアが得意な人っているんですよね。なのでまあメイクが好きだからメイクが得意なヘアメイクさんになろうとかっていうのは全然ありだと思うので、そういう風にバランスを取るのはありだと思います。でもかといって片方だけだと 100% 食べていけないっていう世界でもないので、そこはまあ自分の工夫次第だったりやる気次第だったりっていうので、まあどうにかなるかと思いますし、おそらくメイクだけで突き抜けたいという方は、私もねちょっと海外行けるようになったら行こうかなっていう風に思ってますけど、海外に行くことでしょうっていう行くことでしょうみたいなね勝手に予想してますけどまあ行くか、まあ教えるのが好きな方はねスクールとかされる方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。はい、というような、まあざっくり言うとそんな感じですかね。なるのは比較的難しくない、今日から私メイクアップアーティストですって言えば なってるわけだからでもそれを継続していくこと、信頼してお仕事をいただいていくこと、ちゃんと活躍すること、目に見える活躍ができることだったり、まあそれに伴った収入があることで、それをずっとキープする、もしくはどん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 上げていくっていうのがやっぱり難しいことになってくると思うので、今回はメイクアップアーティストになる方法っていうのをお伝えしたんですけれども、まあ需要があれば、私なりのことしか本当に言えないので、あれなんですけど、また動画を撮りたいと思います。ということで、本日も最後まで見ていただいてありがとうございました。よろしければチャンネル登録よろしくお願いします。インスタグラム、ツイッターもやっております。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよならー。